こんにちは、浦です。よろしくお願いします。浦です。よろしくお願いします。今日は何か決まりますか？そうですね。今日はちょっと雰囲気、イメージを変えて、はい、あの新しい自分を見つけたいと思ってます。見つけたい。なんかお仕事は何されてるんですか？はい、仕事、モデルの仕事をしているんですけども、うん、まあ、最近やっぱり年齢的に母親の役、はい、お母さん役とかも多くなってきたり、はいはい、あとまあ介護関係の CM とかも、うん、あの入ってきてるので、はいはいはい、なんかちょっと雰囲気的にもうちょっとこう柔らかいイメージっていうのをなんかこう見せれたな、はい、見せれたらいいなと思って、うん、はいはい、そんな感じを考えてます。そうですね、なんかまあ、役柄とかもあるので、うん、結構イメージはいろいろ変えたりとかはしたいと思うので、なんか結構スタイリングで雰囲気変わるといいかなと思うんですけど、うん、ショートとか挑戦したいとかあります？あ、そうですね、ショートもなんかこう柔らかい感じに見えるんだったら、うん、なんかショートも挑戦してみたいなと思ってます。うん、なんかショートだと結構逆にこう大人っぽくなったり可愛い雰囲気になったり、こう顔周りの動かし方とかスタイリングで結構印象すごい変わるんで、なんかまあそれこそ役柄に合わせたりとか、あのお仕事に合わせてまあちょっと巻いてスタイリングすることもできるし、まあ耳にかけたらちょっと大人っぽくなったり、ちょっとこう可愛い雰囲気で前髪作って動かしたりとか、まあ、逆にこうタイトにモードにしたりとか、はい、結構すごい幅広くなると思うんですよ。そうなんですね。なんか大人の女性がこうショートにするのはすごい私好きなので、はい、なんかすごい、あと骨格もすごい綺麗なんで、はい、ショートめっちゃ似合いそう。本当ですか？ちょっと挑戦してやってみます。結構やったことないですよね。やったことないですね、うん、なんか昔それこそ若い時に1回やって、はい、でもなんかなかなか自分で切った後、うん、アレンジするのも難しかったので、うん、やっぱりちょっと着物のモデルとかもやったり、着物も着るので、まあ、長くてちょっと縛れるぐらいの方がもう楽ちんかなと思って、うん、切ってなかったですね。着物とショート可愛いですよね。そうですよね、もういっぱい着物多分着てると思うんで、はいはい、なんか多分もうこうキュッとアレンジして着物着るっていうのも、はい、もう結構いっぱいしてると思うんですけど、はい、逆にショートだとアクセサリーも映えるし、はい、スタイリングでこうピチッとして着物着てもすごいかっこいいと思うから。本当ですか？似合いそう。あ、楽しみ。なんかもし思い切るならそれぐらい言ってもいいかなって。そう、思いますけど、どうですか？お任せします。楽しみです。結構そう、長年伸ばしてたのもあって、はい、前髪も、うん、結構生え癖結構あったりとか分け癖もついてるんで、一回シャンプーして、はい、ちょっとこう髪の状態見てから、はい、もう一回ちょっとどんなショートにするか決めていきます。はい、よろしくお願いします。ストパーかかってます？はい、矯正縮毛パーも軽いやつなんですけども、かけてました。1年半ぐらい前。はい、そうですね。すごい、もともとの毛が黒くて太くて、そうですね、くせ毛で、ちょっと自分でも扱いにくいので。これは平場染めしてます？あ、してます。1ヶ月半ぐらい前か。はい、そうですね。いつも黒ですか？そうですね、ブルー。ブラックみたいな。ブルーブラックみたいな、はい、結構暗くするんですね。なんか、暗くしてもすぐ取れて赤くなっちゃうんですよね、はい、茶色くなっちゃうというか、はい、多分ストパーかけててラメージで抜けちゃうのもあるんだと思うんですけど、そうなんです、ね、毛先は多分すぐ色々落ちちゃいますよね。結構あと痛みもあるんで、見た目よりは結構毛先傷んでるけど、今日結構切っちゃうんで、はい、お願いします。結構もみあげと前髪の生え際は二杯癖結構強いんで、はい、ちょっとそこはすっきりさせてもいいかなって感じですけど、
逆に耳かけるときに結構もみあげの長さないと耳かかんないんですよ、ここあの結構下まで生えちゃってるから、はい、だからあんまりギリギリまで切っちゃうとかかんなくて落ちちゃうから、はい、まあ刈り上げとかはしない方が多分好きだと思うんで、はい、まあ、あんまりあの短すぎない方がいいかな、ちょっとショートボブベースの表面は動き出るように、はい、あのベリーショットまではいかないけど、はい、ちょっとトップ短めにして、はい、まあ、動きも出せるけど、はい、ちょっと下にここに厚み少しボブっぽく残るようにして、はい、っていう感じのショートいいかも。後ろも刈り上げず、はい、あのちょっと襟足 の, あの女性らしさ残して、はい、って感じで、結構後ろもあの浮き伏せと、あ、そうなんですね、真ん中こうやってなっちゃうから、うん、そこも少しうまくやりますね。はい、よろしくお願いします。もみあげは襟足も結構下まであの毛がこう生えちゃう、生えてるので、なんかそこの癖がいつも多分短くあんましたことないと思うんですけど、そうですね、ちょっとこの辺あんまり苦戦しないように頑張ります。どうしよう、前髪なんですけど、はい、まあなんか結構その役のイメージとかって話もしてたんで。はいはい、ですけど、なんかもしやっぱ可愛い感じがいいじゃないですか。はい、お願いします。いいね、あんまりクールな感じ。そうですね、憧れてます。可愛い感じ、なんか憧れの人とかいます？安田なるみさんとか、うん、あ、憧れてます。可愛い、はい、うん、そしたらなんか眉出しちゃって、はい、短くしてもいい気がするけど、意外と生え癖的に前に落ちる毛が少し少ないので、そうだ、なんか髪体質が変わったというか、はい、子供を産んでからその前髪が一回抜けて、はい、それからちょっと生えづらくなったというか、ちょっと産毛のこの辺が伸びてない、そうなんですよね、うん、なんか伸びなくなっちゃったんですよね、はいはいはい、そうですね、逆にここわざと、はいはい、あのこういうあの少ないのを生かして、はい、ちょっと毛先の質感ちょっと出るように短く、ここ結構短いのを作っても可愛いかも。本当ですか？はい、なんかもし抵抗なかったら、はい、結構ここね、こっから先がすごいスカスカなので、そうですよね、なんかここの少なくなる手前ぐらいまで短くすると、うん、めっちゃここに厚み出て多分その悩みがなくなると。ですか？はい、嬉しい。そうします。はい、どうしようかな、なんか作った方が可愛い気がする。じゃあそんな感じでいきましょう。あと色もやります？少しなんかカラーどうします？ブラウンとか似合うのかな、どうなんだろうっていう気持ちはあるんですけど、はい、どうでしょうか、顔立ち的に似合いますか？似合うと思いますか？やってみたい色とかあります？明るめのプランはやったことないので、うん、やってみたいですかね。ずっとその白髪染めもブルーブラックでやってたので、なんか、まあ、ぶっちゃけ結構色抜けづらいんですよ、うん、結構濃い白髪染め入ってるんで、はい、だからまあ全体をバンと明るくするのもありですけど、結構髪に負担かかっちゃうんで、まあ、例えばハイライト入れて、はい、多分白髪すごい気になるじゃないですか、はい、なんでこう白髪染めではなく、うん、こうハイライトを細かくたくさん入れて、うん、ちょっと全体動き出る感じにして、多分ちょっとストパーも残ってるから、うん、ちょっと毛先ズドンと重くなっちゃいそうなんで、ちょっとこう動きが出るようにハイライトで明るくしてでもいいかも、はい、お願いします。いいですか？はい、そういう感じ、はい、ちょっとこうメリハリもつくし、うん、なんかバリエーションも結構いろいろ効くんで、なんか全部ブリーチするってほどの明るさでも多分ないと思うし、あんまりところどころに入れる感じ。そうですね、なんか太いのっていうよりは細いのをいっぱい入れるみたいな感じの方がこうパッと見の印象では全体が染まってるように見えるけど、そんなに奇抜じゃない感じ。やってみますか？はい、お願いします。全然それだったら後でちょっと落ち着かせたりする時も、はい、なんか体色もすごい綺麗なんですよ。うん、そ
そんな感じで、はい、楽しみです。じゃあ切っていきますね。お願いします。こんな感じでいきます。表面からはじめての短さ。そうですね。前髪作ったことは一回もないですね。ないですね。あ、初めて。はい。やばいですね。でなんかしかも自分の顔が真ん中分けしか似合わないっていう固定観念があってですね、私。でもそういうのありましたね。なんかそれでそこからやっぱりあまり動けないんですよね。真ん中は似合いますけど、別に他あの前髪作っておでこ見せるのも似合うし、多分真ん中分けしたらおでこいっぱい見えるから安心、なんかバランス取れるから。そうなんですよ ね、なんかそれが安心できちゃうんですよね。そしたら意外と前髪が短いのも安心するんです、はい、じゃあちょっとここ切っていきますね、はい、前髪できるんです、ね、初めての、はい、前髪です。ちょっと結構長年分けてたので、はいはい、あの上の方がすごいパカッと割れちゃうんですけど、はい、ちょっとそこもうまくぼかしていきますね、はい、お願いします。初めての前髪、結構でも内側が、はい、短い前髪ができてる。かわいい。アクじゃない、ハサミ間違えちゃった。すいません。よし、かわいい。すごい。でもかわいい系になった。すごい良くないですか。髪の毛が多く見えるんです。こっち。そうなんですか。多く見える。嬉しい。あ、ほんとだ、かわいい。かわいい。かわいい。絶対嬉しい。あー、すごい、前髪ができてる。なんかこっから下が結構軽くなってたから、はい、ここのラインで切ると毛がすごい多くなって見えるので、はい、特にここら辺が結構スカスカしてたじゃないですか、はいはい、だからすごい。なんか自分には似合わない髪型だと思ってたので、はい、前髪って短いのが特に、はい、似合うと思いました。結構似合う。かわいい。ちょっと内側の癖が強いから、はい、表面を少し、うん、あの長くして、はい、結構かぶせるとその癖がね、かわいい、はい、あの、あんまり変な癖出ない。うん、どうですか。あ、すごい。もう全然違いますね。かわいい。かわいいってね、なんか自分で言うのも恥ずかしいですけど。すでにかわいい。変わってもいいぐらい可愛い。すごい。可愛い。こんなにもう変わるんですね。可愛い。なんかちょっと大人気分に近づいたでしょうか。はい。なってる、なってる。嬉しい。じゃあちょっともうちょい切りますね。はい。お願いします。はい。ちょっとショートボブで耳かけるとショートみたいな感じにします。はい。すごい、本当短くなりましたね。わー、すごい。若い。若いですね。若い、かわいい。カットってハサミで切らないんですか。ハサミも使いますけど、うん、結構レザーで短いスタイル切ることって、うんうん、なんか結構こう癖生かしたりとか、はい、あと毛先にニュアンス出したりとか、はい、すごい可愛くできるんです。ハサミでもできる技術もあるんです。うん、あ、なんか本当短くなった。すごい、なんか短くなってきましたね。どうですか。わ、すごい、かわいいです。
着物にも似合うし洋服にも似合う、はい、なんか耳かけて、うんね、ここピュンとかして、そうですね、うん、かわいい。なんか結構私が着物着ると、はい、どうしても姉さんっぽくなっちゃう、あでも言ってるとこもあるので、はい、なのでなんかそういうもっとレトロな、うんうん、かるちょっとかわいい感じ、はい、うんうん、もう憧れてるのと、はい、絶対いい、かわいい、嬉しい、うん、あとちょっとだけストッパーなくなるといいな。やっぱストッパーあんまり良くないですか？いや、シャキーンってなっちゃう感じですよね。そう、あと今半分ストッパーなんで、はい、これがなくなるともっとこう毛先がグーンって柔らかくなって、でもまあ、今日もいい感じにはなるんですけど、はい、毛先がちょっとこう跳ねちゃったりとか、はい、あんまりしないようにちょっとそこの長さでちょっと切りますね。ここがストレートなんです、はい、そういう強制宿毛とも、はい、さよならできるかな。あ、もうしなくていいですよ。しなくていいですか？ちょっと癖あるぐらいの方がスタイリング多分楽だと思います。うん、なんか2人子供産んでるんですけど、はい、両方産んだ時に前髪が抜けたんですよね、一気に。両方産んだ時、2人目ってこと？1人目の時も抜けて、あ、どっちもってこと、はいはいはい、2人目の時も抜けて、はいはい、それからやっぱりちゃんと戻んない、戻んないんですよ。あれが復活する気がないみたいで、ね、なのでね、なんか前髪も、はい、産毛なのか前髪なのかみたいな感じだったんですよね、はいはいはい、そうですよね、はい、なんか多分だいぶ立っててもあんま伸びてない場所もあったから、うん、もうちょっとこう産毛ぐらい弱くなっちゃったかもしれないですね。でもやっぱり今回こうやって前髪のような産毛のような毛をちゃんとこうやって前髪として復活させてくださったので、はいはい、嬉しいです。いや、かわいい、かわいい、めちゃめちゃ。形が見えてきた。ショートっていう、はい、ボブとかはね、ずっと、はい、うん、本当にショートですよね、はい、本当にね、本当にショート、すごい。ちょっとここに、はい、襟足を前から見た時に少し、はいはい、こう存在感が見えた方が、はい、ちょっとこう安心するっていうか、うん、動かしたりとかして、うん、出てきた時に、はい、結構顔のバランス取りやすいんですよ、はい。で結構顎がすごいシャープだから、はい、場合によってはちょっと寂しく見えちゃったりとかするから、ちょっとここに動き残してもいいかな。わかりました。タイトに押さえても可愛いし、はい、ちょっとこうパーマっぽく動かすときはこう動かしてもいいようにちょっと残しておきます、ね、はい、わかりました。可愛い。あ、でも本当ショートになったんですね。どうですか？なんか初めてです。ショートという響きが気分いいです。もういいです。よかった。良さそう、良さそう、ね、すごい。ああ、すごい、全然変わります。可愛い。また耳にかけるとすごい変わりますね。よし、じゃあこれでカラーいきましょう、はいはい。ハイライトをこう入れて、はい、さっきも言ったんですけど、はい、まあ、白髪も目立たなくして、はい、であとは何ですかね、こう白髪染めのカラーが結構色が抜けづらいので、はい、ムラになりやすいのと、はい、あとストレートパーマかけてるとことかけてないとこの色の裏も結構出やすいんですよ、はい、なんですけどハイライト細かく入れとくと、うん、そのムラ感も結構ボケるので、はい、今日はまず一発目なので、はい、ハイライトちょっと細かめに、はい、ただね、あんなになんかこう、うん、せっかく可愛い感じになったんで、うん、
あんまギラギラした感じにしたくないんで、はいはい、細めに、あんま太くドンっていうより細めに細かく入れていきますね。はい、お土産には今日は入れないで、ここの、はい、ここのとこすごい、はい、はい、あの集中してるとこなんで、はい、ここのあたりからちょっと細めに入れていきます。はい、でも顔周りのがぶっとくなっちゃうとちょっと派手になっちゃうんで、うん、顔周りはちょっと細めで入れます。はい、ハイライトにすると、はい、まあ、根元気になるまでにあと半月から1ヶ月ぐらいは、はい、なんかちょっと気にならなかったり、はい、あとは白髪染めしなくてもハイライトだけでもう、はい、いっちゃう人もいます。うーん、その白髪を結構生かす感じですか？そうです、そうです。うん、もうなんかハイライトと混ざっちゃうんで、うん、意外と気にならないんですよ。うん、入って、はい、なんかこう白髪も気にならないぐらいの本当に細さ。これでちょっと、はい、今は抜きっぱでベースが結構真っ黒入ってたんで、はい、ブリーチで1回で抜けるのがやっぱりこういうちょっとオレンジっぽい状態なんで、これ生かしてオレンジ系の透明感のある色、透明感、オレンジ、すごい透明感、透明感しかも嬉しい、憧れてたもの、大好きな透明感いきます。これはトリートメント効果あるんで傷まないやつ。オレンジに染まるんですか？オレンジに染まります。ちょっと柔らかいオレンジ、初めての色だな。なんかちょっと見えてる感じとは少し違うんですけどね。また色がつくと変わるんです。そう、変わるんです。あと乾くと結構違いますよ。濡れてると結構色見えにくいんですけど、オレンジっていう色も洋服にも取り入れたことないし、なんかすごく新鮮です。でもなんか今日ベージュ着てたじゃないですか、はい、ベージュと相性いいと思います。すごい、あと暗い服もいいですよね、モノトーンとか。そうですね、そういうのにも合いますよ。本当ですか？はい、前髪ちょっと変わるだけですごい変わりますね表情がね、かわいい。じゃあちょっと乾かします。オイルつけますね。はい、スタイリングは今まで長かったから、はい、あまり やれないです、やってなかったですか？はい、自分でできますでしょうか？できますよ、そんなに難しくないです。逆に楽になると思います。はい、ちょっと乾かして、はい、癖もだいぶ分け癖も少し馴染んで、はい、だいぶ来たんですけど、ちょっとスタイリングしますね。はい、でちょっと最後チェックしますね。はい、ちょっと筋が出るから、
はい、この中が、はい、上が結構カール効いてるんで、はい、まあちょっと耳かけしてここ落としたらまた雰囲気変わったりとか、耳にかけると結構雰囲気も変わるから、はい、なんか2種類髪型かもしれない。なんでこの辺も癖なんで、ちょうどそのぶつかるところがちょっとボリューム出ちゃうんですよ。なんかその辺のボリューム感の調整だけ最後しますね、はい、なんかまだ見慣れてないので、うん、自分がカツラかぶってるように見えちゃう。でももうめちゃくちゃ馴染んでる。もう長いの忘れちゃった。本当ですか。あ、忘れました。じゃあこっちがいい。前髪もショートも後ろもショートにしたの初めてなので、ねえ、なんか美人系から可愛い系になったって感じ。可愛い、嬉しい。オレンジのハイライトとか入れるの初めてなので、なんか初めてのぐらいで、ちょうどいいぐらいの量だかなって感じ。じゃあちょっとワックスつけますね、はい、ワックスつけるときは結構上からみんなつけちゃうんですけど、はい、あの絶対つけ忘れてほしくないところから大体つけてもらうようにしてて、はい、襟足とこのもみあげはもう絶対つけてほしいんですよ。わかりました。ここがパサパサしてるとなんか疲れて見えちゃうので、この中しっかりつけて、はい、あとは全体に前髪最後、はい、結構ねしっかりつけます。こういう顔周りのこういうところをしっかりつけた方がいい。で前髪はちょっと、はい、こんな感じで、あ、なんかつけた方が毛束の存在感出て可愛いです。わかりました。こんな感じの、はい、すごい、あ、いい、あ、めっちゃいいですね。そう、こんな感じでちょっとね顔周りも、はい、すごい顔のライン綺麗だから、なんかこうねグリップラインの上の方でちょっと跳ねてるとかもキュッてなって、はい、ありました。可愛いです。はい、あ、すごい前髪があり、そしてショート、はい、で後ろは、はいはい、あんまり襟足結構癖強かったので、うん、短くしすぎると浮いちゃうので、うん、そうそう、この辺にちょっとあった方が、はい、こういう横のこの感じとか、はい、あ、こういうのそうそうあった方が可愛いから、はい、ちょっと横から見てもこんな感じで、わー、すごい、なんかほんと自分じゃないみたいな、可愛い。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、メガネもしてみます。じゃあ、はい、結構半分はメガネしてますもんね。そうですね。あ、かわいい。ちょっとキャラ強い。かわいい。かわいい。メガネすると、あ、いいですね。またちょっとキャラが変わりますね。いい、結構私好きです。本当ですか、うん、よりちょっと漫画っぽい。漫画っぽい。大好きな。かわいい。いいですね、メガネ。メガネも、うん、より似合うようになりましたでしょうか。はい、いいですね。かわいいです。ありがとうございます。